どうもデコポンです今回はですね、ミーバンド4のストラップをですね、アレックスプレスでちょっと購入しましたんで、まあ、3つぐらいあのご紹介の方をしたいなと思います。もうこれが結構安くてですね、もうどうドもまあ100円台で買えちゃうんで、まあ、結構おすすめです。で、今回、えー、買ってたのが、まあ、青となんか深緑っぽいやつとなんかどっかで見たようなデザインの、まあ、3本ですね。で、まあ結構今、もうすでに使ってるんですけどね。 まあ青は結構。で、これまあミーバンド4ですね。まあミーバンド4を、まあもう黒、元ともと黒だったんですけど、まあちょっとこれちぎれ、あのなん言うかな、ちぎれちゃいまして、まあそれで今、まあ今回買ったのがこの3つというので、まあタイミングがちょっと違いますけどね、なんかどっかで見たようなデザインのやつは、まあ後々買いました。 100円ちょっとですからね。結構、まあ、とはいえ、ミーバンド4も、まあ、3000、4000ぐらいする代物なんで、まあ、あんまりバンドにお金かけるのもあれかなと思って買いました。で、これ、あの、青の方にですね、まあ、早速、まあ、はめてみようかと思います。まあ、ちょっと、まあ、普段使っットに、まあ、青なんですけどね。で、まあ、結構、黒のバンドも比較で持っとけばよかったんですけどね、まあ、普通にはまります。結構、いい感じに、クリアナンスも、もう、まるでなんか、そのままコピーしたかのようにですね、 まあ黒の方があったらいいんですけど、まあ、形はほぼ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 っていうかもう一緒ですね基本的にちょっとなんかバリっぽいのがですねあったりするのがちょっと気になるところではありますけどまあ普通につけてまあビーバンの方のノーマルの色違いみたいな感じでですねいい感じですもう俺なんかですねこれ確か65円とかぐらいなんでもうすごい安いんでもう大量にいろんな色があるんでで送料もですね無料なんでですねまああの 1>, 1ヶ月ぐらいまあちょっと到着までかかっちゃいますけどかかってもいいのかなとでこれは深緑の方ですね深緑まあなんかうんいいや深緑ででこの方ですけどまあこれもまあ全然方法方法使ってないですけどまあ形はそのミニバンドの純正の真っ黒の本当に色違いみたいなやつでですねサードパーティーとはとてもとても思えないような仕上がりとなっていますおお落としてしまったでまあ 結構、そうそうそう。最初、あの、ミーバンド4ですね。まあ、はめるの結構大変なんですよね。これ、慣れるまでがですね。まあまあ、こんな感じで、まあ、サクッとはまりま、慣れたらもうこういう風にサクッとはまりましてですね。まあ、クリアランスもいい感じに全然なくてですね。まあ、質感も、まあ、ミーバンドの純正と比べて、まあ、遜色ないのかなという風に思います。形もですね、まあまあ、ミーバンド4の、あれと、 ほぼほぼ一緒っていうのがいいいですねほほぼほぼというかもう全く一緒ですね。でまあこのバンドをまあつけるのは簡単でまあこんな感じでまあうまいことついてまあ特になんかまあブレることもなくまあいい感じにフィット化してですねまあセンサー系も特になんか邪魔しないのかなというふうに思います。 まあ、この裏面ですね。裏面の方も、まあなんかまあ、純正とほぼ、一緒のデザインでいい感じですね。この外し方ですね。これ外すのがちょっと最初、昔苦労したなーっていうのがいい思い出です。今となっちゃうもうこうやってすぐにですね、はめれるんですけど。で、これ、最後のやつですね。どっかにね、なんかなんか、ナイキバンドっぽい、あれですね。で、まあ、作りもですね、まあちょっと、まあ100、そうそう、他の2つ比べたら、まあ109円という、なんかミーバンド系にしてはちょっと、 高いプライスでではしてますけどでちょっとこれまだ1回も実は装着しなかったんでですねあの結構手こずってしまうっていう悲しいことがございましてこうやってそうそう最初1回はまったらですねもうあとは全然楽なんですけど最初1回はめ,る時はめてですねそのはめるのが結構苦労するっていうのがですねなんかこのサードパーティー品のなんかお約束みたいな感じでなんか気がします。おはまりましたね でこんな感じでまあ回ってしまえ、あ、ばこういうふうにいい感じでクリアランスがあってまあなんか他の65円と違って109円だからですねちょっと高級感があるなっていうような感じでですね、まあ、結構お気に入りの今ちなみに私これ現在これ装着してます結構ですねいい感じですよでまあつけてみるとまあフィット感に関してはですねでちょっとここでですねまあ悲しいなかなかうまくはめるのがですね ちょっと手首がカメラからあの見切れてるんであれですけどまあ苦労してしまうっていうおっとしつかないっていうなんかあの穴、ー、かあの並列に3つぐらいあるんですけどうまくはまんないんですよなぜかおかしいなと思ってそうそうこうやって3つ目にはめようとするけどなんかうまいことはまんなくてですねなんかあのー、ちょっとなんかクリアなすいに唯一こいつだけでですね課題があったようでなかなかはまらないっていう でまたこうやって手こずってまるで時間稼ぎをするかごとくですね。もうはまんないはまんない。っていう。でカメラから見切れて何やってたかというとまあ頑張ってはめようとしてたっていうですね。でまた諦めてまたカメラの方に持ってきてなんか腕毛がまあまあ見えて申し訳ないなと思うけどこれ 4K で腕ぶど切見せるのってちょっとあれですね。でももううちちょょっっっととカメラの方にたたかったけどちょっともう 頑張って入れるしかまあこうやってちょっと四苦八苦してるのがですね我、まあ、ながら悲しいなというのがですね思ってしまいますけどでまあおつくかなあついてないまだまだついてないなでさらにまた再びカメラからあのフェードアウトしてしまってまあ,あの頑張って今ひ、まあ、っつけようとしている最中ですね多分もう結構なんかこの時ですね結構ですねやっぱり一回ポッキリで撮ろロとしてたからですね 結構緊張,して緊張してっていうか、まあ、うまいことはまらなくてすごい焦ってましたね。でまあや,やっとこさうんとりあえずはめてみました腕が腕に通してないけどっていうことでハマったのは確認したのでもう一回今度こそ入るかなということでですねまあチャレンジしてみたとそしたらまあようやくハマりました。まあ、はまったらですねちょっとなんかまあ高級感あるしミーバンド的な値段的にですねまあちょっとおっ ななんかしてんなってっいうののがですねあの結構なんかあの存在感アピール感があるんでですねちょっと長袖のまあこの冬のシーズンはちょっとあれですけどまあ夏とかですね結構いい感じに目立ってくれるんじゃないかなというふうにですね、えー、まあ期待しています、うん、結構なんか私これがお気になんで多分当分これでいくかと思います結構あの充電のたびにローテーションをかけてるんですけどねミーバンド5になったらあのその充電ローテーションがバン出さなくていいんでなくなっちゃうのかなとことちょっと寂しいところがあるんですけど まあ私多分ミーバンドの6に5をスキップして6に行こうと思っておりますんでまあまあいいかなっていうふうに思いますで,ですねまあ今回のレビューはまあこんな感じですまあなんかあのいい感じで楽しんで付け替えてますんで参考にしてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうもしよくなれば高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますそれでは